にそのニーニ・フローレスさんと出会いまして、ちょうど彼らが、彼らというのはお兄さんのギターと2人で演奏してたんです。たまたまね、それまでその人は全然知らなくて、でその場でコンサート聴いたらもうぶっ飛びましてですね、こんなすごい人がいるんだと思って、それ以来その追っかけみたいに来てるわけです。ニーニ・フローレスさんとお兄さんのルディ・フローレスさんという兄弟、いるんですけどね。で、まあ、いつかそのアルゼンチンに行って、教えをこうと心に決めていたところですね、残念ながら2年前にそのニーニさん、アコーディオンの方、弟さんの方が急死されまして、いきなり8月に50歳の若さであの世に行ってしまいました。だからそれはショックですね。本当に大好きな人だったんですね。で、アルゼンチンの音楽と今演奏したサンゴ有名ですけど、もう一つチャマメという音楽があります。チャマメって枝豆のことじゃなくてチャマメという名前のついた音楽ジャンルがあるんです。で、そのフローレス兄弟はそのチャマメという音楽を主に演奏してたんですね。で、で彼らは90年代にパリで活動してたことで、その時に作った曲でパリのワルツもそのままなんですけど、ウン・ヴァルス・エン・パリスという、まあ、スペイン語だから最後はパリスってなるんですね。英語と同じようにフランス語はパリですけど、という曲がありまして、これが大変難しいんですけども、そのニーニさんが押し飲んでですね、数年前から演奏しております。で、今日はちょっとさ、これもやっぱりパリっていうお題のついた曲ですので、ちょっと弾いてみたいと思います。Thank you.
そうですね。それでは、じゃあ、大変有名なシャンソンです。セッシボンっていうやつですね。イブ・モンタンも歌ったし、サッチモも、アメリカのね、サッチモも歌ったし、日本では、イブキさんが歌ったかどうかちょっと思い出せませんが、多分歌ったと思います。大変有名なシャンソンですね。これ、有名なセッシボンっていうところのメロディーの前に、前歌、まあ、英語ではバース、フランス語でクプレっていう部分がございまして、その部分から演奏します。
日本の映画音楽を演奏します、これきっとご存知の方多いと思います。ハウルの動く城の中の主題曲だ、これは、人生のメリーゴーランドというタイトルがついています。作曲者はあの有名な、久石譲さんですね、というわけで多分どう考えてもこれあの映画の中でもアコーディオンで弾かれていましたし、まあ